こんにちは。ジャパンリンクの時間です。毎週日曜のこの時間にお送りしています。再放送は今晩8時です。では今日の主な内容です。ビズフォーカスでは、ベトナムの工業団地における日本企業への支援に焦点を当てます。ドアートベトナムでは、ベトナム北部山岳地帯に住む少数民族特有の朝市を探求しましょう。ジャパンナウでは、瀬戸内海の島々に活力を与える現代アートを鑑賞しましょう。12月11日午後、ハノイでグエン・スン・フック首相は、ベトナムを訪問中の薗浦健太郎内閣総理大臣補佐官と会見しました。フック首相は、ベトナムと日本があらゆる分野で広範な戦略的パートナーシップを深化することを確認しました。石像グエン・スン・フック首相は、安倍晋三首相がダナンで開催されたAPEC アジア太平洋経済協力に参加し、包括的及び先進的な TPP の合意に至ったことに感謝の意を表した上で、日本からの投資をより誘致するためにベトナムは行政手続きの改善に努めると述べました。一方、薗浦内閣総理大臣補佐官は、ベトナムでの APEC が成功に終わったことを祝した上で、今年11月、ホイアンへの招待を受けた安倍首相の謝意を副首相に伝えました。今年、安倍首相のベトナム訪問は APEC が2回目で、1回目は1月でした。また今年は日本の天皇皇后両陛下もベトナムを訪問され、両国関係を促進されました。ベトナムは日本企業が抱える問題の解決に努めます。12月13日午後、 JBAV ベトナム日本商工会との会合において、マイ・ティエン・ズン政府官房長官が発表したものです。会合では、日本企業が最も関心を寄せる4つの問題が討議されました。それらは、外国人労働者に義務付けられる社会保険・環境保護法案の排水処理規制、中古機械の輸入規制、第116号法令に従う自動車輸入です。ズン政府官房長官は、ベトナム政府が関連機関と討議し、迅速に解決案を出すことを確約しました。ベトナムは2018年に労働生産性や企業の競争力を向上させることや、企業が抱える問題を解決することを目指しています。ベトナムはカシューナッツや胡椒、米、コーヒー豆といった農産物の有数の生産地として知られています。ベトナムは農産物、特に質の高い農産物の付加価値を上げるため、インフラ整備や技術の導入に取り組んでいます。そういった背景の中で、ジェットロー日本貿易振興機構は、ベトナムと日本の農業協力の強化を目指し、12月12日にハノイで商談会を開催しました。これらのベトナム産オレンジは、今回の商談会で初めて紹介されました。このベトナム企業は、有機栽培のオレンジを日本へ輸出しようとしています。一方、業務用乾燥機を販売するこちらの企業は、このような商談会に4回参加していて、現地で販売店の構え、販売窓口や体制を整えることができました。やっぱり日本はどうしても農業は高齢化して、やっぱり農業人口が減ってきて、農業の その平均
年齢が65歳ぐらいになってるんですけども、まあ、ベトナムは日本の10倍生産者がいてですね、しかも農業の生産の年齢層がまあ30歳っていうことで非常に若いんで、非常にこれからも期待できる非常に市場だということで今回の商談会に参加しました、はい、ゼトロが農業分野の商談会を開催するのは今回で2回目です。生産、機械、種苗に関わる両国の企業60社が参加しました。農業にはいろいろな可能性があると思います。単に物を輸出するだけじゃなくてですね、技術の協力ですとか、もっと言うとですね、今日本にもベトナムにもない新しいビジネスのチャンスがあると思います。日本とベトナムが協力することによって生まれるものだと思いますので、そういったものを期待しております。今回ゼトロはハノイのほかにホーチミン市でも農業に携わるエツニチ企業による視察やビジネスマッチングプログラムを行いました。ベトナムと日本の協力を通してベトナムの食品関連産業を発展させようと、ジェットロはベトナム商工省や在ベトナム日本国大使館、JICA 国際協力機構の協力のもと、12月12日午後、ベトナム食品関連産業発展シンポジウムをハノイで開催しました。会議には日越の食品産業分野から80社が参加し、ジェトロ、ハノイ事務所の北川博信部所長が提唱する36次産業化に関して、さまざまな見地から今後の取り組み案を議論しました。36次産業化は農業、加工、サービスを連携させた6次産業を日越共同で展開するものです。農産物に付加価値を加え、ベトナムの食品産業全体の質を向上させる施策に注目が集まりました。また、先進的な事業を展開する農業や地方創生、飲食業の代表者が36次産業化の事例やベトナム市場の潜在力、自社の経営方針などについて発表しました。2017年のベトナムの経済成長率は 6.7% に達する見込みです。これは12月11日に発表された世界銀行のベトナム経済状況レポートによるものです。世銀による7月予測の 6.3% から上方修正されました。世界銀行によりますと、ベトナムは持続的な発展、安定したマクロ経済を持つということです。安定した為替レートや低インフレがその証とみられます。特に加工製造分野はこの3年間で1600万件の事業を創出しました。世銀の専門家によりますと、これから最低5年間、成長原動力は外国直接投資企業とベトナム民間企業に依存するということです。 FDI 外国直接投資企業とベトナム政府、国内企業との協力が重要だと思います。 FDI と国内企業の連携を深めるために、政府はグローバルサプライチェーンやフェアの情報を各国の企業に提供します。また国内企業が FDI 企業の必要条件を満たすために、政府は生産ライン管理などに関する国内企業向けのコンサルティングプロジェクトを促進する必要があります。また世銀の専門家は、国外からの地政学的リスクや保護主義の高まりがベトナムのような開放市場に影響してくるため、ベトナムは今から準備しなければならないと指摘します。世界からのショックを避けるため、危機管理予算の準備が必要です。また金融市場を強化すれば、現在の不安定な世界経済に何が起きても国内銀行は大きな影響を受けません。安定したマクロ経済を持つベトナムの次なる目標は、国外からの影響に対する財政強化とみられます。
それができれば世界銀行が予測した 6.5% という2018年および2019年のベトナムの GDP 成長率がさらに伸びる見通しです。一方、ADB ・アジア開発銀行も2017年のベトナム経済成長率を 6.7% と予測しました。2018年も 6.7% になると見込んでいます。ADB は以前2017年は 6.3%、2018年は 6.5% と予測していました。予測の理由として ADB はベトナムメコンデルタや中部高原の干ばつが減少し農業分野の成長が回復したことや工業と建設分野における根強い成長を挙げています。また加工及び製造業は今年第一四半期から第三四半期にかけて12.8% 成長しました。この成長率はこの数年間において最も高い数字です。ADB は2017年のベトナム経済成長率を 6.7% と予測しましたが、東南アジア全体では2017年、2018年ともに 5.2% にとどまると見込んでいます。この数年間、神奈川県は政治や経済、文化、人民交流など様々な分野でベトナムとの関係を強化しています。そのため、ベトナムを投資先として選ぶ神奈川県の企業も増えてきました。現在、ベトナムには神奈川県インダストリアルパークという同自治体の企業を対象にした貸工場も設立されています。今週のビズフォーカスではこの工業団地に焦点を当てます。こちらの日本企業は携帯電話や無線関係に使われる部品を生産しています。本社は神奈川県にあります。2015年初の海外拠点としてベトナムに進出しました。進出するときに選んだのはタイ、それからミャンマー、ラオスで、このベトナムだったんですね。でタイは当時非常にワーカーさんがもういらっしゃらないと、それから、すごく洪水の被害とか、が多いということで、タイは、なくなりました。その後ミャンマー、ラオスを、確認したときにですね、その裾の産業、が、なかなかない、要するに部品が買えない、それから電気の供給が良くない、こういうその悪いイメージが非常にありまして、今回それでベトナムにしたということです。ベトナム北部フンイエン省にある第二タンロン工業団地付属の神奈川インダストリアルパークに工場を設けました。神奈川県企業に対する優遇措置として管理費が1年分無料になるなど、進出前から進出後まで一貫した支援を受けています。第二工業団地さんからはですね、毎月毎月いろんなその法律の変更であるとか、そういう税務の悩みだとかを、いろいろ聞いていただいたり、それから新しい法律が変更になった場合の、告知ですね、そういうものをしていただいたり、それからこの辺の近辺の治安維持だとかですね、そういうものに対してもいろいろと支援をいただいています。ベトナムに進出してから2年半が経ち、現在この企業は製品生産の 70% をベトナムに移管しました。さまざまな優遇措置を受けるこの神奈川県の企業は事業を拡大し、今後はベトナムを拠点とし ASEAN 諸国を含め世界に製品を輸出する予定です。ご覧いただいたのはベトナムで事業を展開する神奈川県企業の話です。神奈川県のみならず日本企業に対する支援について第二タンロン工業団地の矢沢義久取締役にお話を伺いました。
お忙しいところをお時間を割いていただきどうもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。まず第二炭酸工業団地の概要を教えてください。この第二炭酸工業団地は2006年の11月に設立しまして、総開発面積が346ヘクタールになってまして、今現状ですね、ご入居率はおおよそ 90% を超えるような形になっておりまして、ご入居企業今現状69社さんご入居いただいています。そのうち製造業の皆様が61社という形になっております。日系企業さんはですね、このうち60社ということで、外資系の会社さんは1社だけになります。地方自治体とタイアップした中小企業進出支援スキームの優遇措置を具体的に教えてください。具体的にはですね、我々工業団地の方からしますと、ご入居いただく際にですね、管理費というのをお支払いいただくんですけれども、そちらの方を1年分免除させていただいているというのが一つと、あと会社の設立費用ですね、こちらの方を免除させていただくという措置を取らせていただいています。神奈川県さんがですね、まず先陣を切って、県内企業さんの海外進出というのをサポートされているというような動きがありまして、我々もこのベトナムで工業団地事業をやらさせていただくにあたって、中小企業さんのご進出のサポートをさせていただきたいというところがありまして、ニーズがそれぞれマッチしまして提供させていただいたというところでございます。今後他の日本の地方自治体に対する神奈川県のスキームのようなものを出す予定はありますか？我々としましては、目標として日本全国各自治体さんとこういったスキームの提携というのをしたいなというふうには思っているんですけれども、まだちょっとお名前は出せませんけれども、今2つ3つと地方自治体さんと同様のスキームで連携できないかということでお話を進めさせていただいております。この数年間ベトナムの投資環境についてご評価をお聞かせください。我々はですね、このベトナムにおいて工業団地事業というのを20年やらさせていただいております。20年前はですね、まだベトナム特に北部の方の投資環境というのは非常に懐疑的といいますか、なかなか投資のしづらい環境というところでありましたけれども、我々第二炭酸工業団地、その後10年やらせていただいておりますけれども、非常に今お引き合いお問い合わせ等もいただいておりまして、非常に投資環境としてはいい場所というふうに思っております。やはり日本人の方がご駐在されるにあたって、治安の問題であったりとか、あとは製造に欠かせない電気であったりとか、こういったところというのは非常に例えば治安もいいですし、電気代も他の ASEAN の国と比べると比較的安くご提供いただけると、こういったところ非常にメリットがあるかなと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続いてはドアトゥベトナムとジャパンナウのコーナーです。ベトナム北部山岳地帯ハーザン省を訪ねると、一年中ここで暮らす少数民族特有の朝市を満喫できます。それぞれの朝市では現地住民の独自の文化を味わえます。今週のドアトゥベトナムではハーザン省のいくつかの朝市を見学し、その雰囲気を感じながら独特な文化を探求しましょう。毎週日曜日朝5時になると、少数民族の人々は心を躍らせながら朝市へ向かいます。その中でもファン・スー・フィー県ドン・グエン町の朝市は見逃せないものです。サオさんは朝市に間に合うように前日からドン・グエン町へ向かいます。Tôi nhà đến chợ tìm người cơi. Đến đây thì là mua đồ làm áo thôi. Áo thì cho cháu, cho con thôi. Nhưng hôm nay thì lại có người nhiều đông người thì lại rất là vui. Ginh さんは買い物カゴを背負って数十キロメートルの道のりを歩き、朝5時ごろ朝市に到着します。Ginh さんは何百を売る唯一の人で、大勢のご客がいます。các loại là cứ chụp một thứ xong là chụp một thứ
Hiện ắc có thể 17 loại ghép vào. 17 loại. 17 thứ cây. 一方、ファンスーフィーの朝市と違って、メオバックのルンプー市場は6日に一度早朝から昼まで開かれます。露店が何キロメートルも連なります。週に1回しかないので、幼い子供がいても多くの女性は子供を背負って買い物をしに行きます。しかし、ルンルー村に住むフーミーザーさんは、この日は奥さんが一緒に来れず、一人で子供を連れてきました。Lần đầu tiên tôi đi chợ mà không có vợ đi cùng. Dù vậy cũng đã mua đủ những thứ mà vợ dặn để gia đình dùng trong tuần tới. Dù đường xa nhưng tôi vẫn mang con theo vì hôm nay có chợ phiên mà. Đi chợ phiên vui lắm. Hoàng Su Phi の定期市場、色とりどりの販売品や農産物、そして民族の衣装によっていつも華やかになります。モン族の女の子が着る華やかなスカートや、ラーチー族の藍色の衣装、そして彼女らが身につける装飾品が奏でる軽やかな音もすべて魅力的です。có thể nói là chợ phiên Hoàng Su Phi nó khác với các phiên chợ khác. Đây là cái dịp để người dân họ mang bán các sản phẩm mà do họ trồng trọt chăn nuôi sản xuất được. Ví dụ như mớ rau, con gà hoặc là những các cái nông cụ hoặc là cái đồ trang sức mà người ta chế tác được đến để họ mang bày bán ở chợ này. Và có một cái nét khác một chút là không những chỉ có mua bán mà đây là một cái dịp để người ta giao lưu, các trao đổi hoặc là tổ chức các hoạt động văn hóa, đặc biệt là đối với các cái chàng trai cô gái.Thế nên đây là cái dịp để họ ăn mặc cái bộ áo đẹp nhất ở trong chợ để gặp gỡ và để như vậy nó tạo ra một cái màu sắc rất là riêng. Ví dụ như là các cái bộ trang phục màu đủ màu sắc của các dân tộc nó sẽ tạo ra thành một cái màu sắc rất riêng để cái chợ vùng cao Hoàng Su Phi. 朝市が一体いつから始まったのかは不明ですが、それぞれの朝市は北部少数民族の独特な文化を表します。ラーチー族、モン族、ザオ族、デイ族、ヌン族などさまざまな民族がおのおのの色を持ちます。朝市では単に買い物をしたり山の幸を楽しんだりするだけではなく、原始的な文化も感じられます。週末に街をにぎわす朝市はこれからも変わらず少数民族の文化を守り続けます。日本は多くの現代アート空間を有する国です。中でも瀬戸内海の穏やかな島々で作り上げられた現代アートは独特な魅力を放っています。今週のジャパンナウでは瀬戸内海の島々に活力を与える現代アートを鑑賞しましょう。美しい海と島々が続く穏やかな瀬戸内海、日本で最初に指定された最も広い国立公園でもあります。その瀬戸内海の小さな島々が今世界のアートファンの注目を集めています。3年に一度開催される日本最大級のアートイベント瀬戸内国際芸術祭、開催期間中100万人以上が訪れます。まあ、普段なかなか島に来ないので、はい、芸術祭きっかけに来てみましたと。芸術だけじゃなくてこう島の風土とかも見れていいと思います。美術館などに閉じ込めないで自然の中で展示するアートというコンセプトは美しいものだと思います。島の自然と調和する現代アート、人々は思い思いにアートを楽しんでいます。近代化の中で、
高齢化、その過疎化ですね、そういったものでとてもその元気を失っていた瀬戸内の島々を舞台にですね、現代アートの力を借りて地域をもう一度元気にしていこうと、そういう活動が瀬戸内国際芸術祭です。女木島、ここに海外のアーティストと島の人が一緒に作り上げた注目のアート作品があります。島に現れた10メートルを超える巨大なコミュニティアート、OK タワー。アーティストが過疎化で沈みがちな島の人に元気を取り戻してほしいという思いを込めた作品です。描かれているのは孫との思い出や自分が幼かった頃など、島の人が人生の中で幸せを感じたひととき。1年にわたってアーティストが島に滞在、それぞれの幸せとは何かを一人一人丁寧に尋ね歩き、作品として表現しました。アーティストに新婚当時の思い出を語った島の人は、結婚式の写真が出てきて、あ、これやこれやって、こちらで戻ってな、ありがたいなと思ったんやけど。島に多くの人が集まり、以前とは違う活気を感じるようになったと、人々は笑顔で話します。女木島のすぐ隣、小木島。ここでは芸術祭をきっかけに、若い人が移り住むようになりました。3年前、福井さん一家は、芸術祭の仕事で故郷の島に帰ってきました。過疎が進んだ島に心が痛んだといいます。あと10年とか20年もしないうちにこの島から人がいなくなるなっていうのは、もうなんか目に見えてましたね、当時は。そこで一家で島に移住し、他の家族も移住しやすい環境を整える活動をしました。その一つが図書館の建設でした。子どもたちの教育環境を提供したり、あとはもう島の人たちのコミュニティスペースになっていった、文化的な拠点を作ろうっていうのをスタートした。世代を超えて島の人々が集まり、アートの発信拠点にもなっています。毎日、子どもがいる風景が当たり前になってきて、すごく島の中が明るくなりましたね。最も重要と考えてますのが、いかにして継続をしていくかと。続けば続くほど地域に力が、ついてきて、その我々が出していたですね、その瀬戸内の復権が、実を結ぶのではないかなと、思っています。アートの力を通して島を再生させたいという思いで始まった芸術祭が、島に活気を与え、新たな交流を生み出しています。今週のジャパンリンクはいかがでしたか。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどもお待ちしています。メールアドレスは japanlink@vtv.vn です。このジャパンリンクは VTV4 のホームページや YouTube でもご覧になれます。それでは今日はこの辺で、また来週お目にかかりましょう。